始まるぞ。どうも、カズヤロリンです。本日はですね、モデロイド、バーキング、レビューしていきたいと思います。このガイキングシリーズの最後の一体ということでですね、個人的には、まだ組んでないので出来はわからないんですけど、デザイン的にはですね、3キロの中でちょっと一番いいなと思うんですよね。俺結構こういう、なんていうかマッシブなの好きなんですよ。自分がマッシブな体してますんで。はい。よし。じゃあ、開けていきましょうか。さあ、ついに、最後の一体ですね。今回も破損注意のパーツがある可能性がありますからね。お、今回はシールがついてますね。まあでも少なめなんで。ほんほん。で、白と、はい。ちょっとずつ見ていきましょう。なるほど。はいはいはい。おー、いいねいいね。塗装済みで、このね、太い足がいいんすよね。いやね、筋トレしてるとね、やっぱね、足を鍛える重要さがよくわかるんですよ。うん。よし。で、こんな感じですね。よし、早速組み立てて遊んでいくぜ！バルキング、パート1、ゴー！パート2、ゴー！パート3、ゴー！バルキング、合体完了！それでは完成しました。バルキング。一応ですね、さっきのような合体をするときに、これだけはですね、まあ余剰になっちゃうんですけど、ただですね、多分、全然つけたままでも大丈夫だと思うんですよね。まあお好みでっていう感じですね。で、先に破損注意のパーツですね。基本的にはガイキングと構造が似たようなパーツがやっぱりあるんで、こういうところのですね、パーツですね。ここと、あとここの辺ですね。ちょっと削ってシリコンスプレー拭いてっていう感じですかね。まあ基本的にもこういう、この系統の関節はちょっと、いつもですね、注意して扱った方がいいと思います。個体差かもしれないんですけどね。まあ、念には念を入れましょうということって。じゃあね、早速遊んでいくぜ。まずですね、予想通りですね、すごく、このデザイン、僕、好みなんですよ。なんか重厚感があってかっこいいなって思いますね。で、可動もですね、結構、ちょっと結構広いですね。うん。で、こんな風な稼働になりますね。なんとなくゲッター3みたいな感じですね。で、腕もですね、こういう風に稼働させることができますね。ここも親指もこう動きます。ただ、あんまり動かすと下手ってくる可能性があるんで、まあ、ちょっとですね、控えめにした方がいいかもしれないですね。で、足ですね。膝がこの状態だとないんで、まあ、正座とかはもちろんできないんですけど、まあ、足首は柔軟に動きますね。こんな構造もありますよ。で、くちばしですね。動きます。なんか鳥っぽいですね。で、背面のこの、斧ですね。血をですね、こういう風に、前の方に持ってくることもできて、なんか一斉射撃する技があるみたいですね。エンドレスなんとかっていう技だと思うんですけど、いやー、再現できるんで、かっこいいですね。このちょっと渋めの赤っていうのもまた活かしますよね。で、このアックスを外してですね、こう溝があるんですよ。こうですね。手にも出すことができるんで、こんな感じですね。よいしょ。こんな感じで。よいしょ。
手にではアックスを装備させることができて、これちょっと、なんていうか、関節にですね、シリコンスプレーを吹きすぎると、ちょっと緩くなるんで、ちょっとバランスが難しいですね。まあ、僕はなんとか、少しだけバランスを保ってはいるんですけど、まあ、なんていうか、吹きすぎないようにしてくださいっていう感じですね。まあ、吹かなくて破損しないなら、それはそれでいいと思うんですけど、何も可能性というのはいつもつきまとうかと思われるんで、はい。そこちょっと、大変ですよね。それではですね、この3体揃いましたね。次回とさせていただきますが、この3体が合体したガイキングザグレートですね。レビューしていきますので、次回も絶対見てくるよね、って。先にですね、いろいろ合体させてみたんですけど、いや、めちゃめちゃかっこいいですよ。いやはい。で、まあ一応、モデロイドは本当にですね、組み立てがスムーズに行われるんで、多分この3個合わせて、だいたい俺、どうだろう、5時間から6時間でこの3体合計したら組めたと思うんですよ。まあ休憩とかしながらやったんで、まあ1日かかってますけど、なんていうか、制作そのものは5時間ぐらい。だと思うんで、モデロイドのこの組み立てのしやすさは本当にいいなーって思いますね。よし。じゃあですね、まあ、今後とも皆様の購入の参考になるようなレビューを公開していきますので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。カイゼリンでした。ありがとうございました。あ、ちなみにガイキングに比べたら、この2体はちょっと生産量が少ないみたいなんで、気になってる方はちょっと、なるべく、優先的にゲットした方がいいかもしれないですね。おそらくガイキングは余裕があると思うんですけど、この2つはちょっと少なくなってるみたいなんで。では。カードショップの元店長が、秘蔵のカードコレクションや、雑貨をレビューするチャンネルを、作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなあこいつくらいの気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。